今回はコストコ購入品のまとめ動画になります。今週の購入品ということで毎週1本こういった動画作ってるんですけれども、11月5週目っていうのをまだ作れておりませんで、今回は12月1週目と合わせてお送りいたします。今回紹介する商品は合計12点なんですけれども、過去に買ったやつとかね、すでにレビュー動画作ってるものに関してはもうサクサクと飛ばしていきますので、もし詳しく知りたいという方は概要欄の方にねリンク貼ってますので、そちらの方でチェックしていただければなと思います。まず最初はね、11月5週目の購入品からいきますね。はい、まずこちらダシダの牛骨コムタン。ちょっと前にね、同じ牛骨コムタンスープの素ということでビビゴから商品出ておりましたけれども、最近かな、ちょっと前だったと思うんですけど、こちらのねダシダのやつが復活しておりましたので今回買いました。まあ、こんな感じのポーションタイプになっておりまして、これ1個 20g 濃縮タイプの牛骨コムタンが入ってて、レシピの方ではこれ1個に対して水 250ml ということになってます。ビビゴの牛骨コムタンと食べ比べしようと思ったんですけど、ちょっとねもう食べきっちゃったみたいで見当たらないんですよね。で、まあ、感想としましては、ビビゴとダシダどっちの牛骨コムタンがいいのかっていうと、まあ、こっちのダシダの方が個人的には使いやすいかなと思いました。これクーポンでちょいちょい安くなることがあって、その時はですね600円切るぐらいまで値段下がるんで、そのタイミングで買いたかったんですけど、まあストックが1個もない状態だったんで今回買っときました。続きまして2つ目はオイコスヨーグルトのストロベリー味。ほぼ毎週1回オイコス買ってるような感じなんですけれども、一番好きなのはプレーンなんですが、次男が中耳炎になってて、その薬を飲ませる関係でこういったのがね必要になりまして、薬だけだとキャンセルされることが多いんで、こういったヨーグルトとか、まあ、ジュースにちょっと混ぜて食べてもらうっていうことが多いんですけど、このねストロベリー味のオイコスは反応がいいので、はい、でヨーグルトあんまり好きじゃない長男もこのストロベリーだったら食べれるということで、結構ねあっという間に減りましたね。残り3つになっております。このオイコスはバナナが今期間限定で出てるんですけど、結構ねいつ行っても在庫満タンというか、今までのパターンだと結構ね新商品ってすぐ売り切れてたんですけど、安定しておりますね。はい、で無糖のオイコスもなんか量は少ないんですけど、一角にこう毎日売ってるんですよね。僕が行ってる店舗の話ですけど、4種類のオイコスが今買えるような状態になっております。このストロベリーはね嫌いな人いないと思いますんで、はい、ヨーグルトあんまり好きじゃない人も食べやすいと思います。続きまして3つ目はこちらの商品です。ベーカリー新商品のベルギーチョコレートクッキー。ベーカリーの定番商品でクッキーがあるんですけれども、そのチョコレートだけで24枚入りになってるタイプになります。この商品に関しては2本動画作っておりまして、1本目は普通のレビュー動画と、2本目は前回の動画になるんですけれども、スタバとかコンビニとかで同じようなチョコクッキーがね売ってますんで、それを同時に食べ比べておすすめの順番を決めようということで、動画作っております。でね、この動画ですね、準備と撮影と編集と、ここ1、2ヶ月ぐらいの動画で結構大変だったんですけど、テーマがニッチすぎたっていうのもありまして、全然再生されてないんで、もし見られてない方はぜひ一回見てみてください。続きまして4つ目の商品はこちらです。2019年版のタキシードケーキ。タキシードケーキは毎年このクリスマスの時期になると販売されるものなんですけれども、年々外観が変わるんですよね。中身も原材料とか細かい部分も変わってるかもしれないんですが、去年ね食べてなかったんでちょっと比較ができなかったんですけれども、今年の分はどうだったかっていうのと、あと保存方法なんかもレビュー動画の方で紹介しております。レビュー動画でねちょっと紹介できなかった部分がありますので、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、こちらで、これがタキシードケーキを冷凍させたものになります。冷凍庫から出したばっかりでしっかりまだ凍ってる状態ですけど、スポンジ部分はねこうしっとり柔らかいまんまなんですよね。
このクリームチーズだったりチョコレートの部分、ブラウニーの部分は割と固めになってるんですが、うまい。タキシードケーキはチョコレートの割合が多いんで、ほんと濃厚なんですよね。そのまま食べるのももちろん美味しいんですけど、量あんま食べれないんですよね。いっぺんに全然食べれないんで、消費量っていうのがイメージしてるよりも遅いと思います。うん、これ量が結構多いんで持て余す可能性かなり高いんですけれども、こんな感じで冷凍しとけばね、取り出してすぐ食べればアイスケーキみたいな感じで食べることできますし、もちろんこれを自然解凍してケーキのようにまた食べるっていうのもありだと思いますので、冷凍してもこのチョコの感じとか濃厚さっていうのが失われず、うん、すごいなと思います。こういうコストコのスイーツ今までいろいろ買ってきたんですけど、冷凍させて美味しいランキングだとトップ3に入るんじゃないかなと。うん、ホイップクリームとかフルーツが入ってないんで、もうほんと濃厚なまんま凍ってるっていう感じでこれ食べれますんで、もしね今年タキシードケーキクリスマスあたりに買うって方はぜひ冷凍バージョンもお試しください。まる。続きまして5点目の商品はこちらです。クレイジーソルトのフレーバーアソートセットです。コストコの調味料売り場には業務用サイズのめちゃくちゃでっかいスパイス類がね並んでて、このクレイジーソルトのホテルレストランサイズっていうやつは2本セットで販売されてるんですけど、このサイズマジでかすぎて全然減らないんですよね。クレイジーソルトがあったらね調子がいいよっていうことは、ね、皆さんご存知だと思うんですけど、このサイズでしかも2本セットっていうことで買いにくかったと思うんですが、最近出たこの3本セットですね、これはすごくいいなということで、出た時にすぐ買っとこうかなと思ったんですけど、そんなにね焦って買うもんでもないから様子見てたんですけど、5週目にちょうどクーポン出てましたんで買っときました。クレイジーバジル、クレイジーソルト、クレイジーガーリックの3本セットになっております。こんだけサイズ違いますんで、内容量的にはこっちの方が倍ぐらい入ってる計算になるんですけど、倍以上のサイズ感です。このサイズはカルディとかでもね買えるやつなんで、3本いらんわっていう方はカルディの単品のやつを買った方がいいと思うんですけど、コストコで買った方が1本あたりの価格っていうのは安いんで、はい、クレイジーバジルは持ってないんで、まあ、すぐ開けようと思うんですけど、この2つに関してはこのボトルもあるし、これをね大きいやつもあるんで、しばらくはね在庫っていう感じになるんですけど、クレイジーソルトはこれなくなってからって考えるともうだいぶ未来になりそうですね。はい、以上5点が11月5週目の購入品でした。で今から12月1週目の購入品になります。6点目の商品はこちらです。麺屋おきの太麺焼きそばです。いつも買ってる焼きそばですね。もうこれに関しては言うことないんですが、これからの時期だともつ鍋の締めの麺、ちゃんぽん麺代わりにしてもいいんじゃないかなと思います。もちもちでね太くて食べ応えありますんで、おすすめです。続きまして7点目の商品こちらです。のりくろ業務用です。この商品今回買うの3回目なんですけど、もうめちゃくちゃご飯が進むやつで、ほんとねこれあったらもうおかず何もいらんわってなっちゃうんでよく食べてるんですけれども、これ福岡の柳川にある高橋商店っていうメーカーの商品なんですけど、福岡の商品なんでご当地系のやつかなと思いきや、割とね全国でも買えるようになってるみたいです。これがコストコで出るようになって結構経つんですけど、発売された当初はねもうすぐなくなっちゃうんじゃないかと心配しておりまして、ただ12月現在もまだ買える状態なので、もしコストコでご飯のお供系の食品をお探ししたら、これバチバチにおすすめなんで、ぜひ騙されたと思って買ってみてください。はい、続きまして8点目の商品はカルビーポテトチップスコンソメパンチです。これ1袋で2000キロカロリーちょっと
ありますが、僕は特殊な訓練を受けてますので、まあその点は大丈夫です。はい。続きまして9点目の商品はこちらです。ザンバゾンのオーガニックアサイードリンクです。美味しい。コストコでこのアサイードリンクっていうのが2種類ぐらい取り扱いあるんですけれども、そのうちの一つがこれですね。ザンバゾンっていうメーカーで、このおじさんのロゴが目印のやつですね。個人的に好きなアサイジュースはこれじゃない方、フルッタフルッタっていう紙パックのやつとか、まあたまにボトルのやつもあるんですけど、そっちのねアサイードリンクの方が好きです。今回買ったのはこれがたまたまクーポンになってたからです。これ飲むの久々ですけど美味しいです。若干とろみがあるぐらい濃厚な感じなんですけれども、オーガニックのアサイーピューレ、タピオカシロップ、ライム、あとは紫人参ジュース、ブルーベリージュースも入ってるんで、純粋なアサイージュースってわけじゃないんですけど、人参感とかは全然なく美味しく飲むことができます。このボトル画面越しだとそこまでね大きく感じないんですけど、 1.89 リットルありますんで、焼酎とかのパックのサイズぐらい実物は大きいんで、冷蔵庫の中でも結構存在感あると思います。この上の部分に注意書きがあるんですけれども、よく振ってねっていうことと、開けたら7日以内に飲んでねっていうこと書いてますんで、一人でこの量を消費するのは結構厳しいかもしれないんですけど、まあ家族何人かで飲むっていうんだったら全然1週間ではい、飲み切りそうですね。でね、これクーポンの値引き額が今回結構ねありました。300円以上安くなってたんで、うん、だいぶお買い得でしたね。はい、次の商品はこちらです。こちらカークランドのイタリアンスパークリングミネラルウォーター。こちら最近登場したカークランドの水系の新商品になるんですけれども、よいしょ。今回2ケース購入です。木曜日の閉店間際に1回パトロールして、この商品があったことを確認して、でも時間も遅かったんで翌朝これ買いに行ったんですけれども、そしたらワンバイゲットワンフリーっていうクーポンが出ておりまして、つまり1個買ったら1個プレゼントしますよっていうタイプのクーポンがその時なぜか出ておりまして、結果この2ケース購入したことになります。ちょっと邪魔。こちら 500ml×24本で1298円なんですけれども、今回このクーポンによって実質半額でゲットできたことになります。なので1本あたりの価格は27円で、概要欄に載せている情報は通常価格の数字になりますので、でもねそれでも一般的な炭酸水の 500ml サイズと比較すると安い方だと思います。イタリアの味がする。パッケージもシンプルですね。透明のラベルで。うん。後日ね、レビューとか出す予定ですけど、これ普通に美味しいです。炭酸強いな、これ。レビューするときはこの緑の炭酸水との比較もやろうと思ってますので、コスト的にもこの緑のやつの倍ぐらいするんですけど、こっちの方が好きですね、炭酸の感じとか。うん、炭酸が強い。続きまして最後の商品になります。こちらの折りたたみワゴンカートです。画角に収まらないのでちょっと下がってもらってますが、まあ、いわゆるこの台車ですね。はい、いろいろこういう風な感じで荷物詰めるよっていうのと、あとはこんな感じでねコンパクトに折りたためますよということでございます。聖剣さん、これやっと買いました。これ今年絶対買いたかったやつで、もう出た時からずっと狙ってたんですけど、なかなか値段が下がらなくて、クーポンも2回ぐらい出てたんですけど、値引き幅がまあいまいちで、在庫処分価格になるのをひたすら粘ってたんですけれども、ようやくですよ、ようやく4000円切る価格で今回出てましたんで、もう買っちゃいました。
いやー粘った。こちら耐荷重が 45.4 キロありまして、まあシェルターとかマットとかいろいろクーラーボックスとかね、もろもろ含めてもそこまで重くはならないので、もう一発で全部運べちゃうんですよね。で今年の夏に海水浴行ったんですけど、嫁が子供の相手をしてて、僕がもう設営から撤収まで全部荷物を運んだりっていうのをしてたんですけど、もう一回に運べる荷物の量って限られてるんで、もうめっちゃくちゃ大変だったんですよ。僕だけ移動で車から砂浜までこう何往復もしなければならなかったんで、もうシンプルにね地獄だったんですよ。本格的に使い始めるのは2020年からだと思うんですけど、まあガシガシ活用していきたいなと思います。このカートも天気がいい日に外で、持ち出してレビューしたいなと思います。はい、ということで今週コストコで購入したものの紹介でした。ということでね、今回は2週間分の購入品まとめ動画になったんですけれども、何分ぐらいになってるんだろうか。なるべく長くならないように頑張りたいと思います。はい。とりあえず後回しにしてたネタが全部終わったんで、これからはですね、個別に商品紹介する動画をどんどん作っていこうかなと思います。で繰り返しになるんですけど、すでにレビューしてるものとかは概要欄の方にリンク貼ってますので、そちらの方もチェックしていただけたらなと思います。ということで今回の動画は以上でございます。こんな感じでね、コストコ商品レビューの動画作ってますので、もし興味持っていただけましたら、またいろいろ動画作ってますのでチェックしてくれたら嬉しいです。今回購入したもので個別の商品レビュー動画がこれから上がってきますので、もしまだチャンネル登録お済みでなければ、ぜひこの機会に登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。